ゴリラ不細工すぎる。ピエゴリ。拒絶反応がすごいかもしれない。マサラビットマルウサゴンでーす。ピエピコでーす。ピエマジンです。アイです。わーい。第1回チキチキチキンレース。やめろやめろやめろ。チキンレースというのは壁に向かって車を走らせた時に先にビビって車を止めた方が負けっていうルールが有名なんですけど、まあ、今回はそれを模したやめなさいゴミを捨てないのすぐ動画で使うものだから遊ばないのそうやってうわ重くない重くないこれは重くなっちゃう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 。今回はそれを模した3種目ある鶏を使ったチキンレースを皆さんにはこれから挑戦していただきます。1種目ごとにポイントがもらえて1位の方には今回ご褒美がありますので。おマジ、はい、皆さん1位目指して頑張りましょう。やったーやったー。第1種目は溶岩の手前で鶏を止めろチキチキチキンウォークー。チキ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 。ルールはすごい至ってシンプルでして、ここでスニークするとこう鶏が歩くんですね。おお、本当だ。ベベ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 ベ。そう、今回は皆さんにおのおの使用する鶏をご用意していただきました。そう、すごい気になってる名前が一個あるんだよね僕がニワマル、加瀬さんがおつまみ、アハヒンさんが不死鳥フェニックス、大魔神さんこれは何ですか？あのフライングゲットナナちゃんですキモすぎるだろ名前。ナナちゃんって誰？僕の元カノですナナちゃん、モドガノ爆発する可能性ありますけど大丈夫ですかって聞かれてます。大魔神さんコメントで、もう全然元カノなんで大丈夫です容赦がないね。女への扱い罰。優しくしてやるよ。ナナちゃんとちなみに今絡みはあるんですか？ないですナナちゃんそれでは第一種目やっていきましょう。はい、よっしゃ、よーいスタート。俺完璧かもしれない。嘘だ。シンプルに考えるなら僕が一番最初に止めてるから僕はもう少し進められるはずだけど、多分スタートがね僕の方が早かったと思うんだよね。いや俺多分一番遅かった。いや攻めたいな、もう少し。お、大魔神さんまだ進めるんですか？僕攻めますね、ちょっと。お、1、2、あっナナちゃん、ナナちゃん、焼きナナちゃんになっちゃったよ。爆散ナナちゃん。ウサモさんはいいですか？酔ってる？ウサモさん。僕はここで止めとくのが完璧だと思ってる。ウサモさん酔ってないの？いや、もう俺は日和ランクって進めたからもう。あ、もう完璧なんだ、位置は。完璧、多分これめっちゃいい位置。ここでアハヒンさんの方が進んでなかったら、アハヒンさんはもうチキンのゴミカスってことになりますからね。ゴミカスってなんですか？ちょっと変なパワーワード作るのやめてもらっていいですか？結果はこうなりました。じゃじゃん！アハヒンさんでーす！神かもしれん。つま先浮いてるよ、これも。ほんとだ。ギリギリだ。さすが、不死鳥フェニックス。不死鳥フェニックス。何恥じぬ。ゴミチキンだったのは僕の方だったようだ。これがゴミチキンカス。殺せ、殺せない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 。殺せない、殺せない。殺せない、殺せない、殺せない、殺せない。さあ、477ポイント、アハヒン531ポイントに加えて、アハヒンさんはボーナスで300ポイント、僕はボーナス200ポイント加算されます。イエーイ。バチバチバチ。
第2種目は鶏を可能な限り積み上げろ、チキチキ積み上げチキンレース。皆さんの目の前には今赤のボタンと青のボタンの2つのボタンがあると思われます。赤いボタンを1回押すごとに鶏が1匹積み上がっていきます。ほう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 。あ、え、ちょっと待って、もしかしてポイント消えちゃったけど、企画説明する際に弊害が起きた。ちょっと順番に説明させて、青いボタンを押した時に積み上がってる鶏1匹につき100ポイント手に入ります。今回だと2匹積み上がってるので、はい、こんな感じに200ポイント僕は手に入ります。なるほどなるほど。はい、で先ほど皆さんなんかチキンが爆発する衝撃映像が流れたと思うんですけど衝撃だったね。この赤いボタンには爆弾が入っておりまして、鶏の数 ×1% の確率で爆発します。今僕3回目で爆発したと思うんですけど、なんと 3% の確率で爆発する爆弾を僕は引き当てました今。すごすぎだろ引き当て。確率いいね。うん、悪すぎだろ。爆発してしまった場合は積み上がってる鶏の数 ×100 ポイントマイナスされてしまいます。今3匹積み上がってて爆発したから300ポイント僕は失われました。なるほどね。めちゃめちゃこれむずいやんけ。え、これおもろ。これ結構ポイントの稼ぎ時じゃない？奈々ちゃん今いた？奈々ちゃんいた？奈々ちゃんバレたか。青は1回しか押せないってことですか？青は1回しか押せないです。1回の挑戦につき1回まで。オッケー奈々ちゃん。仕切らずにどこまで積み上げられるかはプレイヤー次第なので皆さん頑張ってください。まずは1位のアハヒンさんから挑戦していただきましょう。はい。アハヒンさんはちなみにどのくらいまで積み上げる予定ですか？僕って実は強運なんですよ。あ、そうなの？10匹は積みたいかな。あ、自信なさそうだね。なんで自信ないのかな。日頃の行い的に運が良さそうには見えないけど。じゃあ行きます。まず1匹目は、おお、鳥太郎、鳥次郎が出てた。鳥三郎、おい、サンパーは引かん。おお、おお、結構サクサクいきますね。おお、奈々ちゃん、奈々ちゃん、7番目に奈々ちゃん出てくる。9番目はつば九郎です。なんでです、つば九郎じゃないやん。これまあこれ 9% の確率でしか爆発しないですよね。 9% で爆発するわけねえやろ。まあそれはね。おお、 10% か。10分の1だよな。あいつここでやめたら1000ポイントだよ。チキンだよ。おお、おお、いいね。男やん。いいね、いいね。男やな。11%だろ。あいつはかっこいい、マジで。かっけえ。えい、借金してんだけど。マイナス。おだてられたらすぐ押しちゃうんだから。違い渡してくるな、僕に。ちゃんと爆散した鶏たちを悔やめ。止めない、止めない。お腹空いてる、めちゃくちゃ。食中毒だったら。アハヒンさん分かってないっすよ、このゲームのやり方ってやつを。僕が例を見せて教えてあげますよ。おう、ここまでよいしょと。おう、まあここまではね、ここで終わらせようかな。うまいでしょ。なるほど。実況者さん、僕3回で爆発してるんで。あ、そっか、確かに。さっき3回で爆発したってことは逆に運気が上昇してるんじゃないですか。確かによく言った。本当に？サセビゴさんは仕事頑張ってくれてるっていう信頼感があるから信じるよ僕は。任せて。あー、サセビゴさん。あー、サセビゴさん、さすが。奈々ちゃん、奈々ちゃん。奈々ちゃん、奈々ちゃん。キャキャ。まだいける。かっこいい、社長。社長かっこいい。待っていきます。連続で6回押しちゃおうかな。いけいけ。いけ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 。うわー。待って高すぎる。待って、鳥15のままで釣り上がった。まだいける。20いける、20いけるよ。20無理だって。感動をください、ユサモンさん。あー、見たー。あー、なんで欲が出ちまった。あそこで止めとけばよかった。バカだなー。点数が同じだったんですけど、くじ引きの結果3番手はサセピコさんになりました。はい、サセピコさんの挑戦お願いします。ニワトリの7番目が奈々ちゃんだったということは、17番目は17ちゃんなんじゃないかっていうことで、私は17を目指します。あー、なるほどね。確かに見たいかもしれない。見たいよね。17までは、17まで積み上がることめったにないからね。でも見たいからしょうがない。
爆死覚悟の特攻だ。いきまーす。はい。1、2、3、4、5。早すぎるやん。最初の奈々ちゃんすら届いてない。ゼロ奈々ちゃんなんだよ。雑魚すぎる。まあでも500点で進んでよかったんじゃないかな。確かにマイナス1600になるとこだった。おい、誰がマイナス1600や。これ大魔神さん1匹置いて青ボタンを押せば1位になるという。いや間違いない。間違いない。安牌すぎるな、それが。いやでもまず奈々ちゃんに会いたい、俺は。え、ちょっとさ、奈々ちゃんとの思い出1個ずつ語りながらやってください。だってガチ恥ずかしい。それめっちゃ面白い。それやってほしい。ガチで恥ずかしいけど。なるほどね。恥ずかしくなったら青を押せばいいから。確かにね。では7つエピソード、大魔神さんよろしくお願いします。はい、隣の席でした。かわいいかよ。文化祭一緒に回りました。いやー、青春の思い出や。苦しいな、これ。別れるって分かってるとすごい切ないな。確かに最後は別れだもんね。そうだ。クリスマス一緒に過ごしました。おー。何回クリスマス一緒に過ごせたんだろう。1回。1年は続いた。遠距離になりました。あー、やばいやばいやばい。雲行きが怪しくなっちゃった。もう不穏だよ。月に1回会うペースになりました。やばい、切ない、切ない。いやでも遠距離でも会ってたの偉いわ。別れました。早い。奈々ちゃん。俺は奈々ちゃんを爆死させることはできない。一度愛した女を爆死させることはできない。かっけえ。ストップ。ナイス奈々ちゃん。取りにくくなったけどな。そう、青ボタン押しても爆発するんで。奈々ちゃん、奈々ちゃん。ごめん、そんな切ないストーリーになるとは思わなくて。第3種目はギリギリまで餌を餌付けしろ、チキチキエサチキン。タイトルはちょっと思いつきませんでした。今皆さんの目の前には5匹のニワトリ、まあ、ちょっと鶏多すぎるな、これ殺すか。チキチキエサチキン、ルール説明。このゲームはプレイヤーが赤、青、黄色、緑、キングのニワトリに渡された専用の餌で餌付けをし、その数に応じてポイントが変動するゲームです。4人のプレイヤーは順番に1人ずつ5種類のニワトリそれぞれに餌を5個まで任意の数餌付けすることができます。餌を与えられたニワトリは餌付けしてくれた相手に懐き、餌の数に応じてポイントを譲渡してくれます。例えばウサゴンが緑のニワマルに餌を1個餌付けした場合、餌1個分の200ポイント、餌を2個渡した場合は餌2個分の400ポイントを獲得することができます。しかしながら勘のいい視聴者ならもうお気づきかと思われますが、餌をたくさん与えれば与えるほどポイントがもらえるという単純なゲームではございません。餌を食べすぎるとニワトリはどうなるか知ってますか？取る。デブデブ。デブる？あー、なるほどね、うん、はい、爆発するんですね。ダメやね。そうです、4人から餌を6個以上渡されたニワトリは食べ過ぎによって爆発します。爆発させてしまった場合、そのニワトリに餌を渡したプレイヤー全員にペナルティ、餌を渡した個数かける200ポイント減少します。餌は1つにつき200ポイント加算減算される設定となっていますが、特例が3つほどございます。ここに関してはゲーム性を保つために複雑にせざるを得ませんでした。本当に申し訳ないです。1つ目はボーナスポイントについて、3個以上同じニワトリに餌を与えた人物はボーナスポイントとして図のような感じに獲得できるポイントが2倍以上、最大で獲得できるポイントは3倍になります。もちろん餌をたくさん与えたニワトリに他のプレイヤーが餌を与えないとは限らないので、ニワトリが爆発するリスクは非常に高まります。その中で見事爆発せずにポイントできた暁としてご褒美のポイントを与えてると考えてください。2つ目はマイナスポイントについて、1個だけ餌を渡したニワトリが他のプレイヤーによる怒涛の餌の譲渡によって爆発した場合、マイナスされるポイントは200ポイントではなく2個渡した時と同じの400ポイントになります。3つ目の例外は見ただけでわかりますので、キングニワトリです。名前からして例外、餌は1つにつき200ポイント加算減算される計算でしたが、キングニワトリに渡した餌は1つにつき倍の400ポイント加算減算されます。もしキングニワトリに餌を5個入れて爆発せずに見事ポイントを獲得した場合、先ほど説明した倍率ボーナスも相まって6000ポイント手に入ります。
まあ、まず無理でしょうけど。要するにでかい鶏に餌渡すか、たくさん餌あげるかしたらポイントがたくさん得られる。ただ全体の餌の数が6個以上になってしまうと爆発してポイントがマイナスするよってことだけ認識していただけたら大丈夫です。大変お待たせいたしました。本編に戻ります。どうぞ。みんな1位目指してるわけじゃないですか、ご褒美として。もちろん。いやもちろん。今回僕キングの鶏に5個入れます。あ、いいんだ。まあいいっすけどね。エタンさん、それ誰かが1つでも入れたらマイナス2000ポイントですよ。入れれるんだったら入れてほしい。みんなは1位を目指してるんだよね。ここでキングの鶏に1個入れてバーストしたらマイナス800ポイントになるから、1位になること結構絶望的なんだよ、うん、他の鶏で挽回することってね、意外と難しいんですよ。なので入れれるものなら入れてみてください。ウサゴンはキングに5個入れるとあらかじめ宣言することで、他にキングを入れたプレイヤーが負けてしまうことを共通認識とした。これに対し他のプレイヤーはどのような行動を取るのか、読み合いが深まる中、ウサゴンから順番に餌付けするフェーズが始まる。じゃあどこの子に入れたみたいな読み合いもできるわけか。個人的には奈々ちゃんは危ないと思ってて。わかるわかる。奈々ちゃんなんか人気そうなんだよね。奈々ちゃんは人気だろうね。名前的に一番人気ないのはアハヒンさんのあのクソダサチキンなんだよ。そうだね、不死鳥フェニックスがね。不死鳥フェニックスは名前的に狙い目、穴場。名前的にあいつ死なないから入れ放題だよ。入れるだけ全部無料だよ。まあ確かにね。確かに。でこの4種類の鶏にいかに餌を渡すかなんですけど、どれだけ鶏の愛があるかで判断していこうと思います。大魔神さんはフライングゲット奈々ちゃんにめちゃくちゃ愛があると思うので炊きましょう。愛着がなさそうな不死鳥フェニックスっていうクソダセー名前、こいつは人気が少ないと思うので、ここ狙いどころだと思います。ここに入れます。僕は2個入れましょう。で一応さっき話した感じ、奈々ちゃんはわりかし人気が出そうだから、今回はごめん奈々ちゃん待ってて。佐世さんは自分の鳥に愛着を持ちそうだから結構あげそうなんだよね。不死鳥は多分みんなあげる、意外と安牌ラインとして。いや悩むだマジで。1位になるためには結構勝負も仕掛けないといけないから、どうだ不死鳥フェニックスよ、我が眷属。おいけるよ、僕いける気がする。よし君に決めた。いやー3つ入れちゃったよ俺。おーあーいいね。おーこれ多分奈々ちゃん人気だからね、入れれば多分死んじゃうよね。でも奈々ちゃんは殺しがいがある。おーしチームさせびこやるぞ。本命のおつまみちゃん、おつまみちゃんには3匹入れると2倍っていうことで3つ分餌をあげようと思います。まずは不死鳥フェニックスから与えられた餌の数見ていきましょう。はい、みんなちゃんと入れましたか？これはもちろん。人気ないからな、でもこいつは名前がダサくて。人気がないからこそ逆に入ってるっていう見方もあるよね。そうだろさせびこ。なるほどね。いやでも、うん、普通に入れたくないもん名前的に。まあそれはそれ。不死鳥フェニックスの結果こうなりました。せーの、ドボーン。おーい、餌の数は7個でした。アハヒンさんが4つ、ウサゴンさんが2つ、私が1つです。なんでお前4つも入れてんだよ。あげなければポイントできてたのに。邪魔するなお前。アハヒンさんはやると思ったよ。みんななんか大穴とか言って実は入れるっていうムーブをすると思ったんですけどね、こいつに。ん？あ違うわ、あれ違う、なんで俺4個入れたんだこいつに。あれただ入れたかったんでしょ自分のだから。なんだかんだ不死鳥フェニックスに愛があったんだね。アハヒンさんも好きじゃないと思ってたわ。まあ正直名前ダサいっすよね。なんで入れたんだよ。もう勝てそうだったのに。青色のフライングゲットナナちゃん、大人気候補を見ていきましょう。大人気よこの子は。死んじゃうよ。死んじゃうから。やめて、やめて。フライングゲットナナちゃんの結果こちらです。せーの、ナイスチキン。餌の数は5個でした。おーい、僕最下位筆頭やんけ。ナイスチキン、うまいうまいうまい。佐世さん1個巧みに使いこなしてるね今のは。そうだね、200ポイント獲得で。意外と人気そうでみんなチキって入れないんじゃないかなってこと。いやー僕チキっちゃったわ。では続いて、はい、おつまみさん頑張れ。おつまみ、おつまみってかわいそすぎるだろ。妨害かすぎるよ将来が決まってるもん。佐世さんのおつまみになれるのか、おつまみの結果こちらです。せーの、ドボーン。
なるほどね。ホセさんを結構入れると思ったからよかったんだけどな。アハインさんも入れたか。大魔神さんが圧倒的1位だな。余裕があるわ。このゴリラの顔に負けたくねえよ。こんなムカつく顔のゴリラに。やだよ。ニコニコしやがって。ではニワマルさん見ていきましょう。ちなみにこいつテストプレイの時はみんなが7個とか10個とか餌が入る中でこいつだけ1個でした。人気ね。果たして今回は人気を獲得することができたのか。ニワマル見ていきましょう。頼むぞニワマル。せーの、やったー、やったー、400ポイント獲得。いい、ね、僕2位になった。うわ、3回になっちゃったよ。本当だ本当だ。でも大魔神さん1位だと思うのはまだ早いっすよ。さすがに1位確定じゃない。その口ぶりからすると大魔神さんキングに2個入れてるわこれは。いや2個入れてる場合はどちらにせよ優勝だもん。3個でもいけるんじゃない。3個入れてる場合もそうだね。4個入れてる場合もそうだね。あれ、これ大魔神さん優勝じゃね。いやでも僕まだ入れてるとは言ってないですよ。そう、大魔神さんが入れてなくて僕が5個入れてる場合は僕が優勝になる。確かに。ウサゴンさんは結構ハッタリだけだから、どうせ口だけだからどうせ5個は入れてないと思われてる。いや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 、分かってねえな。見してやるよ。どうせみんなチキってんだろ、はいはい、キングニワマルの餌の数の結果見ていきましょう。キングニワマルの餌の数こうなりました。せーの、まあそうだよね。そうだよね。そうだよね。これ2個入れ得なんだよな、マジで。そう、2個入れ得なんだよね、このゲーム。2個は安牌なんだよな、ここ。基本2個ずつ入れるのが強いって言っちゃえばよかったかもね。そしたらもう少し読み合いもあったかな。というわけで、優勝は100ポイントの大魔神さんでーす。イエーイ。優勝商品は鶏肉。鶏肉リアル鶏肉。僕が直々に最初から渡すつもりです。嬉しいっちゃ嬉しいんだけど鶏肉は。ぜひヘルシーな生活を送ってください。リスクヘッジがしっかりできてますね、さすが大魔神さん。みんなマイナスだもんな、だって、うん、生き残ってんのニワマルしかいないもん。なぜかナナちゃん死んでるもん。なんでナナちゃんなんで殺したのナナちゃんを。かわいそうかわいそうかわいそう。優勝は100ポイントの大魔神さんです。大魔神さんです。最後にみんなの間で好評だったチキチキ積み上げチキンレースやって終わりにしますか。はい、はい。ここで1万ポイント稼いだ人が第2部優勝ってことで、高野菜優勝ってことでした。高野菜優勝ね。高野菜あるんだ。17ちゃんに出会える。17ちゃんに出会えるかもしれない。17ちゃん来るか。はい、ごめんなさい。鳥17ローやっけ。鳥17ローでした、ごめんなさい。残念ながらいなかった。惜しい。いや、20回来たかった。20回来たかったよ。じゃあお前ビリな。あー、いざ0ポイント。じゃあ僕行こうかな。はい、プレッシャーかけていくわ。絶対にここまで押さないとダメだよっていうプレッシャーかけちゃう。プレッシャーがかからんと。これ最後にやる人一回押せば優勝説出てきたよ。いきまーす。ドボンしろ。3%でドボンしろ。ここなっちゃう。ほら。もっともっと。おお、男のゼロ。だいぶいってるんじゃない。まだいくの。もっともっと。ラスト。おー、15の。いやでもやっぱ佐世さんにプレッシャーかけないと。15の殺しちゃった。15の爆散。ナビスチキン15ポイント。15積み上げ。佐世さんは16回ボタンを押さないと勝てないという。任せろよ。じゃあ私の本気を見せてやろう。こっちこっち。21匹か。すげえ、こんな行くんや。やったー。